こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。農園で収穫できます。スターホースプロジェクト始めていきましょう。そういえば、さて今回は今4月を2週ですね、ドバイシーマークラシックを撮ることができました。まだ84週残ってますからね。レース見ていきましょう。天皇賞はさすがに長いな。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。トップクラスの瞬発力。ご存知ですか。まだでも SWBCC 出すにはメリット、まずまずでしょうか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。まだ怖いな。何かご用でしょうか。494だと重いとなってます。休日は作ったことのない料理に挑戦していますとなってますね。見違えるようです。いい感じですね。何かご用でしょうか。さあもうレースで出せますね。クエストを達成しました。適正な馬体重ですね。これがレース出せばいいんじゃないかな。何かご用でしょうか。そうですね、馬体重の調子、馬体重も状態は文句ないっていうことで、どうしよう。どっちがいいんだろう。実成績はもう一度見てみましょう。2000でも2400でもどっちでも良さそうですね。まあ今回は WBC ターフの方で行ってみましょう。岡部さん乗ってくれそうですかね。引き続き岡部さんで行きましょう。4分後にレースに出れそうですので、しばらく待てばいいかもしれませんね。はい、それではまた後で。お待たせしました。はい、というわけで、WBC の結果が出ましたので見ていきましょう。観戦。2番人気ですね。おっと、2番人気か。前回圧倒的1番人気だったんだけどな。二重丸を数は3つに、エルフサイエンスの3つに対して1つなんで、見劣りはするものの、まあなんとか逆転してほしいなっていう気はするんですけど、エルフサイエンスは SWBC 取ってるんだ。WBC を含めてこれは強いな。わけ、自在の技を持ってるんだよな。
あ、厳しいかもしれません。まあ頑張っていきましょう。さあ、G1 WBC ターフ発走です。先頭の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。クラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップターフ、ちょっとばらついたスタートだ。果たして先頭に行くのは5番ピッツァボムが先手を取りました。ちょっと出遅れちゃったみたいです。イブンベイ、それからタイガーヒル、そしてその後ろから7番プリントシャー、それから足毛のバタイ、縦長の展開ですね。そこから1頭8番コタシャー、今日も勝利をつかむか、カタロレイルウェイと岡部騎手、その外に2番ストーミングホーム、イブンベイがかなり飛ばしていきます。エクラールか、ちょっと離されまして、ディアドクター、もう一度先頭から行きますと、先頭行くのは6番エクラール、1馬身リード、これを追って11番イブンベイ、ピッツァボム、外を通ってルソー、そのうちにタイガーヒル、この辺りちょっと離れている。でもそんなにペースは速くないですね。その後ろ3馬身くらいあって、カステナンゴ、これと一緒にコタシャーン、カタドレイルウェイ、世界の舞台で実力を証明するか。さあ極東の難所ブリーダーズブリッジに差し掛かります。時はそのままだ。ストーミングホーム、さあ今日はどのようなレースをするのか。エルフサイエンス、鞍上は川田優が差が開いて9番エアドクター。エルフサイエンスは後ろから2番手ですね。依然先頭エクラールであります。そしてその後ろから11番イブンベイ、それから離されましてピッツァボーが3番手、そして4番手にルソー。さあ逆に交代していくぞ。これカタオデールエアはどの馬か、エルフサイエンス直線伸びてくるのかどうか。さあ大波乱になるのか。プリントシャーが間から来ている。プリントシャーが伸びてきた。プリントシャーが差を詰めてきた。先頭ピッツァボーがそこをずっと一気に抜けた。外を通ってプリントシャー、エルフサイエンス、さあカタオレールエアをようやく追い込んできた。これは厳しい。エルフサイエンス1着1番人気、全然届かない。4着か、プタシャーじゃない、プリントシャーに挟まれてしまいました。もう立て直しです。次は頑張りましょう。スタートがあまり良くないのか、スタート C って出てしまってますね。スタートは鍛えないといけません。レースを終えた馬が戻ってきました。農園で収穫できます。さあいつも入球できる状態ということです。もう一周見ましょう。そういえば入球します。気合い十分ですね。悔しいのでもう一回。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。とりあえず宝塚記念ですね、登録は。さて乗れるジョッキーは吉富先生、後藤弘樹、のり、吉富先生に任せましょう。何かご用でしょうか。
おや、何かご用でしょうか。ペストバタイジョが変わったのかな。いい感じですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。聞いてくださいよ。いい仕上がりです。何かご用でしょうか。おっと、これでもまだ軽いってなってます。いい感じですね。何かご用でしょうか。これがベスト体重ですね。成長して496キロがベスト体重になりました。ご存知ですか。気合い十分ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今週はさあレースです。ご用でしょうか。はい、ちょうどいい馬体重に仕上がりまして、宝塚記念に出していきましょう。一番人気ですね。圧倒的一番人気。ただいまより桁違いと言われています。ちなみにテーモペラオ、グラスワンダー、待ち金福来たる、ステイゴールドですね、あたりが結構強力になってますが、それを押しての一番人気ですからね。クキタル結構人気あるんだ。宝塚記念です。特に内枠の中に強力な馬が揃っておりますが、果たして勝てるんでしょうか。シーツでは名勝ドトが勝ったのかな。に浮かび上がり、センスが揺れています。宝塚記念いよいよスタートです。センスって真っ青な緑の絨毯パラパラかよ。12頭が飛び出しました。6番待ち金金の星がちょっと立ち遅れ、ジョービッグバンだ。先頭に立つのは何か。8番ジョービッグバンが先頭に立ちました。これが人気を集めているカタドレイルウェイです。さあ先頭に積極的に立とうとしている。この辺りちょっと離れている11番スタートを協力するために逃げ編んだからでしょうかね。そしてその外にステイゴールド、それからラスカル鈴鹿12頭、第1コーナー右にカーブを取ります。3番待ち金福来たる、もう1頭グラスワンダー、6番待ち金金の星、内から1頭4番名勝王道、そしてしんがりから大隅ブライトでやります。緑の芝生は両方と発表されております。順位が入れ替わっておりまして、先頭はカタドレイルウェイであります。このそんなにただペースは速くない。ちょっと離れて11番名勝王道でやります。そのうちからは1番テイエムオペラ王、5番ステイゴールド、ほとんど馬体が合っています。その外からはラスカル鈴鹿、待ち金福来たる、これと一緒にグラスワンダー、グラスワンダー結構後方だが、それからもう一頭名勝王道、差が開いて大隅ブライト。注目のカタドレイルウェイと柴田騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そしてさあいい感じでいってるのではないでしょうか。4コーナーです。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ追い出した。さあジョービッグバンが離れていく。そこをテーモピラオが追い込んできた。残り 200m。 さあピラオが差を詰めてきた。グラスはどこだ。グラス、あー全然来ない。圧倒的、いやぶっちぎって勝ちましたね。
赤塚勝利です。ジョービックバーも3着残ってたんですね。もっと上を狙っていきましょう。まずまずでしょうか。いい感じですね。さあこれで放牧ですね。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。プレゼントが届いています。はい、というわけで、WBC は残念な結果に終わりましたが、宝塚記念を、制覇することができました。これで獲得賞金も4000万円を突破いたしました。次は WBC ですかね、WBC クラシックの方がいいのかもしれません。どちらにしても、また2勝目を狙っていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。